毎日インシガチャ第4レース、今日はアグネスデジタル3回目、次回のチャンミであるアクエリアス杯、なんだか喉が渇いてくる名前ですね。そのアクエリアス杯に向けてのお試し育成でございます。サポカトスキルはこちら。早速ね、いろんなトレーナーさんが情報を上げているんですけれども、それをパッと見てみた感じだと、まず目標ステータスがこんな感じになりそう。客室によって変動はすると思うんですけれども、だいたい概ねこのぐらいは必要になってそうな感じでした。で、その中でもスタミナは601以上あるとスピードに補正が乗るらしいので、スタミナに関しては目標というよりも最低だね。最低601以上あれば OK って感じ。次にサポカに関しては、去年のハロウィンで配布された新婚ウィンディね、彼女が持ってるドロンコマイスターが今回のレギュレーションには刺さっとるんですけれども、いかんせん根性サポカだからね、採用するかどうかが悩みどころなんですよね。で、今回の育成で使ってみた感想としては、現状サポカとかインシが揃ってるトレーナーさんがさらなる上振れを目指して採用する1枚っていう風に感じたんで、ちょっといろいろ足りてない自分はウィンディは抜いて、で賢さ1枚加えた221ハロー編成でいくことになりそうですかね。ちなみに第1ルビーが持ってる電光石火はかなり差し追い込みでは強いらしいので、確定で入ることにはなりそうです。そうしてこうなると、因子の方はそうだね、最低でもスタミナ9は欲しくなるね。で、差し追い込みだとパワーも欲しいっていう風に考えると、スタミナ12パワー6の組み合わせか、若干根性が足りなくなるってことを加味してスタミナ9のパワー6の根性3とかになるのかな。まあ、まずは因子周りをどうにかせんといかんですな。そんじゃデジタンの因子の方はどうなるんでしょうか、見ていきましょう。さあ、今回はね、誰選出しよっかな。デジタンはね、確定で出したい。で、あとはみんなのばあちゃんことワンダーキュートもう出したいかな。とりあえずこの2人は確定になりそう。あと1人をどうするか、ちょっとギリギリまで悩むことになりそうです。さあ、育成ランク SS、 ちょっと届かなかったな。まあ、お試しだからしゃあない。さあ、因子は、お、マイル星さん前列狙いもある。あ、なるほど。ほう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 。これは悪くないですね。いい因子出してくれたな。青鬼であることももう十分いい。スピード追い込み。うわ、ほう、追い込み。まあでも、マイル星さんの方がちょっと価値は高いかな。追い込み改造としてはもちろんこっちを使いたいんだよね。そう、こっちを取ると追い込みで染まるんよ。赤が追い込みで染まるから全然ありではあるんだが、いやでもそうだな、追い込み魔改造にするにはちょっと青が偏りすぎちゃってるなって考えると、マイルかな。そうだな、こっちの方が前列狙いあるのもいいし、そうだね、こっちの方が良さそうかな。こっちにしましょうか。はい、それではまた明日。